一番出ます？やっぱりね、うん、あのナス味噌とかね。ナス味噌。売り上げ激増のメニュー、ナス味噌炒めがなんと5倍の売り上げ。続いて2位は好評の三根風激辛赤道定食。3位はお袋の味サンマ焼き。そんなね、看板。4位は女性に人気の高いギニア激甘デザート。5位には意外にもキムチが登場。また1日50人にも満たなかった客足は現在200名以上4倍にも膨れ上がった。常連客の方が昔の方が良かったとかって言われちゃうと、やっぱり50以上などそういう人も結構います。あ、そうですか、うん、ちょっと派手すぎるんじゃないかとか言って、そういう時どうするんですか大将。どうしてるんですか。あと10年経つとまた汚くなるから、うん、まいそうに言ってましたですね。高まる反響の中、新生八代を祝してあのヘビーメタルバンドがはるばる駆けつけライブショーが行われた。運動会です。すいませんとか言ってんの。怖いっちゃって。ちょっと雪で汗言ってきたんでしょ。言ってきましたよね。ご主人もどうなっちゃって。ご主人もぼーっとしてますからね。食べてることでもなかったことにしようって。見えなかったことにしよう。見えなかったことにしよう。怖かったから黄色い髪がバーバーバー。時計が全部落ちちゃった。静かに食いたいよな。出てくるか。この後スタジオには素敵なゲストが登場します。どうぞお楽しみに。